一歩踏み出す勇気を、田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー。いいことばかりじゃないからさ、痛くて泣きたい時もある。そんな時にいつも誰よりも早く立ち上がる。ヒーローに会いたくて、痛いけど走った、苦しいけど走った、報われるかなんてわからないけど、とりあえずまた僕は折れない。ヒーローに自分重ねて、明日も。誰かの一言で人生が変わる時がある。小さくても誰かの心に響くきっかけになれたら素敵。そんな思いを乗せて、この番組では各分野のスペシャルな方やハッピーそうな方をお招きして、ざっくばらんにお話を伺っていきます。一歩踏み出す勇気を、田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、始まります。この番組では皆さんからのたくさんのメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmギノワン.com。 また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube で映像と音声をネット配信しています。またサイマル放送も行っております。スマホの場合はアプリリスンラジオでお聞きください。過去の放送分の映像は YouTube にてご覧いただけます。田辺恵美子のスペシャリストにインタビューで検索していただきますとすぐに出てきます。そちらもお楽しみください。この放送はいつの間にか似合わなくなった服がまた似合うようになる、オールハンドのエステサロンダイヤモンドツリーの提供でお送りいたします。本日は収録放送でお届けしています。この後午後8時までお楽しみください。そして本日のスペシャリスト様はシーサーという名にふさわしい、会う人を幸せにするシーサー皆川ことプロボクサーの皆川直樹様にお越しいただいています。 CM の後お話伺っていきたいと思います。それではここで一旦 CM です。マスクの肌荒れが良くなってエステをやって良かったです。似合わなくなってきていたあの服がまた似合うようになる、オールハンドのフェイシャルエステダイヤモンドツリー。ご予約はインスタグラムよりダイヤモンドツリーで検索。ジョナサン、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 お宝探しはジョナサン。ジョナサン、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 売るのも買うのもジョナサン。何でも揃いよ、一度はおいでよ、リサイクルショップの激安ジョナサン。高価買取のリサイクルショップジョナサン、 897-8055。 あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖サツバター。美味しい？ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しいやってる。牛角宜野湾店好評営業中。子供から高齢者、障害のあるなしに関わらず、地域のみんながつながり、安心して暮らせる地域になりたい。宜野湾市社会福祉協議会では、あなたの困っていることや不安なことをみんなで考え、話し合い、つながり、見守っていく地域支え合い活動委員会、そして中学校区エリアの協議体があります。みんなが支え合える地域づくりを一緒に取り組んでみませんか？生活に困っていることや地域づくりに興味がある人など、お気軽にお電話ください。892-6525、宜野湾市社会福祉協議会。田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、本日は収録放送でお送りしています。それでは早速本日のスペシャリスト様をご紹介したいと思います。シーサーという名にふさわしい、
会う人を幸せにするシーサー皆川ことボクサーの皆川なプロボクサーの皆川直樹様にお越しいただきました。皆川さん、今日はよろしくお願いいたします。どうもシーサー皆川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、再びまたご出演していただきました、はい、ありがとうございます。恵美子さんとラジオといったらもう恵美子さんですからね。ねラジオと言わなくても他のことでも恵美子さんって言ってほしいです。はい、すごいですね、このプラスのオーラが。言葉もうなんか出てくる言葉がなんか人を明るくしてますね、恵美子さん。いやいや、そんな皆川さんに会えたらもう恐縮です。嬉しいです。ありがとうございます。はい、変な褒め合いから始まりましたけども。変ではないですよ、はい、変ではないですかね。事実です。はい、いやいつもね、恵美子さんのラジオは素晴らしい人たちがね出演されてるんで勉強になりますし、はいはい、ね、いい言葉たちがすごい登場してくれるんで、はい、元気もらってますよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、なんかリスナーの方々もぜひね、うん、なんか YouTube で過去の話を聞いてもらいたいですね。はい、ありがとうございます。めっちゃいいです。いやでも、はい、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、うん、本当になんか、うん、本当にスペシャルな方が出ていただいて毎回で、ね、でなんか普通だったらなかなか聞けない話を本当に聞かせてもらえると思うんですよ、うん、いや本当ですよ。ですよね、うん、人の苦労話って財産ですからね。その財産を話してくれてるっていうので、もう番組自体の価値がもう半端じゃないですよ。キラキラしてます。いや、ありがとうございます。でも本当になんか、はい、ねえ、やっぱり自分だけでは、うん、なんかこう知らなかったこととかをこうやって私もご紹介とかいただいて、本当にあのご縁いただいて知り合って教えてもらえるから、まあ本当にすごいありがたいなと思ってて、本当にたくさんの方にね聞いていただけたら嬉しいなって本当心から思ってるんですけど。いや本当ですよね、やっぱ、うん、やっぱどんなね、うまくいってスペシャリストの方って苦労話が必ずあるんで、そう、苦労話、苦労しで何のためにしてるんだろうって思うと、うん、やっぱ人を喜ばせるためっていうことに気づくんですよね。なんか、なるほどね、はい、なんかそのこれから周りの人も苦労するっていう思いに先に苦労してることで手を差し伸べられたりもするし、その気持ちが分かってたりもするし、はい、なんで僕もやっぱりボクサーとして毎日の練習きついですし、減量とかも半端じゃないんですけど、やっぱり誰よりも苦労してるから、うん、あの人の思いを背負って戦えるっていうのはありますよね、うん、そうですよね、うん、なんかやっぱり自分がこう、うん、なんかね年齢を重ねて、うん、いろんなことを経験をして、やっぱその中でも苦労とか失敗とか、苦労っていうか失敗とか、うん、いろんな経験があるから人の気持ちがやっぱその分分かってくるじゃないですか、はい、だからなんかやっぱ人に優しくできるようになって、なんか年取ると丸くなるってけど、そういうことなのかなとか思ったりしますよ ね、 そうですね。まあ自分はですね、そんないい話ができるかどうかわからないんですけども、いや、はい、いやね、皆川さんがね、あのこのね全部じゃないですけどね、はい、あのお話、今までのね、あのいろんなご経験のお話をね、はい、聞かせていただいて、はい、すごいんですよ皆川さん。いや、やめてくださいよ。いや本当に、いや、はい、マジで、いや本当にいつもお話聞かせてもらったら感動するんですよね、はい、何をおっしゃっていただくんですか。いや本当にそれがね、なんて言うんでしょう、プロボクサーという、はい、あの職業柄すごくこう、はい、栄光のところばっかりね、皆さんもしかしたらイメージがあるかもしれないんですけど、うんうん、その中にはね本当にいろんな、ね、苦労とかされて、こう、まあ、そういうふうに言っていいのか分かんないですけど、はい、なんか私の感想としてはよくその人生を生きてこられたなっていう。そうですね、ありがとうございます。いやなんかすごくね、だから本当に最近ね、いろんな話をね、あの、まあ、話それるかもしれないんですけど、はい、いろんな方々の話聞いて思うのは、年齢は関係ないって、もうすごいどんどん年齢の差がなくなってきて、はい、そう、恵美子さん何歳なんですか。やめてください。こんなわからないんですよね、こんな公共の電波で。いやいや本当に二十歳です。ですよね。なんか年下かなって思っちゃったら二十歳です。はい、そうですね、はい、そうですよ、はい、このキャピキャピ感はもう二十歳ですよね。二十歳、ありがとうございます。二十歳の人にそのキャピキャピ感ありますとか言わないですよね。いや本当に面白いなって、あの若さをいただいてます。はい、私から若さを吸い取ってるんですが。そうですね。いや、それは最高の褒め言葉ですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
いやでも本当にね、まあ、そんな感じでね、うん、あのいろんなご経験されてる皆川さんだからこそ出てくる言葉が深いし、はい、なんかね考えさせる言葉も本当に毎回多くって、はい、なんかそれをね私だけがいつもお話を聞かせてもらって、うん、すごいいい話を聞かせてもらったなっていつも思うので、うん、それは私だけで思ってたらもったいないってすっごく思うんですよ。あそうだからなんかこの番組に興味を持って聞いてくださる方に、うん、ぜひそのお話をシェアしたいなと思って、はい、今日はあの皆川さんにあの来ていただきたいなと思って、はいはい、お忙しいところね、はい、あの3月に試合があるんですよ、ね、そうなんですよ、はい、試合が、3月24日、はい、7日ですね日曜日にですね、はい、富城体育館で、はい、あの平中ボクシングジムの興行で試合させていただきます、うんはい、相手は沖縄県内のね、はい、選手なんですけども、はい、前回僕デビュー戦だったんですけど、はい、75キロで試合してるんですよ。その時は減量 1,2、はい、キロだったんですよね、はい、もうほぼ減量なしだったんですけど今回66キロっていう体重でやるんで66キロ、はい、減量が13キロぐらいあるんですよ。なんであと2ヶ月間ぐらいであと10、11ぐらい落とさないといけないんで、はい、結構もう減量との戦いが今待ってるっていう状態なんですよね。はい、あそうなんですね。なんでもう今はもう米とかそういう炭水化物を今糖質とか制限をしていて、うん、少しずつ体重を始まってるんですね、はい、やってます。へなるほど。じゃあねトレーニングでね本当に忙しいところ、はい、今日ねご出演いただいて本当にありがとうございます。はい、いえいえこちらこそです。ありがとうございます。はい、じゃあ早速ですね、うん、今日のテーマいろいろね先ほどね、うん、あの今減量もされてるって言ってて、うん、こう食生活のこととかね、はい、本当に皆川さんからね教えてもらうことたくさんあるんですけど、はい、今日は人を幸せにするにはどうしたらいいかっていうテーマについて、うん、すごいちょっとお聞きしたいなと思いますね。幸せってえみこさん何ですか。何振ります私に。幸せってすごいね、いやテーマ壮大じゃないですか。壮大ですよね、うんはい、そうでも僕はなんかこういろんな世界とか景色を見てきて、うん、なんとなく幸せってものが何かっていうのは分かった気がしますけどね。知りたいです。いいですか。じゃあ答えからってわけじゃないですけど。いやなんか聞きたいです先に。やっぱ幸せってなんか人の喜びなんですよね。そう自分じゃない人の喜びっていうものが僕は幸せだなって思いますね。自分だけ仮に笑ってても他の人が笑ってなかったら幸せじゃないじゃないですか。いやそれは確かにそうですね、はい、なんでさっきも言ったように僕がなんでボクシングしてるかっつったら、はい、いやこんなきつい思いして減量66キロで美味しいご飯も食べれないと、うんね、でも本当ですよ ね本当に水抜きってサウナも最後の方は2時間3時間入るわけです。そうなんですか。きついですけどなんでやるかっつったら、うん、やっぱ応援してくれる人とか、うん、で僕があのファイトマネーで何かこう子供たちとか沖縄のためになるったらとか思うし、うん、なんかそういったものでやっぱ人の喜びのためにやれたらっていうふうには思うからですね。うん、はい、なんで人のためにやることが自分の喜びになるんで結局は人のために頑張ってることが自分の幸せになるんですよ。うん、はい、なんか確かにそうなんです。本当に僕そうだなっていう思っていてやっぱ成功者の話聞いてみるとみんな同じこと言いますよね。そうですよね。伝え方は違くても結局誰かのためにやってることが自分のためになってるっていう、はい、それが自分のためってまずやってた人が結局気づいてみると人のためになってたっていう順番が違ったりしますけど結局は同じことだと思っていますね。そうなんかでも私も本当若い時は若いんですけど二十歳なんですけど、はい、なんかそういうことは全然考えたことがなくって、うんうん、なんか本当物欲とかあったしなんかそれをなんか手に入れたら幸せになれる気がしたりとか、うん、なんか自分の願望が満たされたらなんか幸せになれる気がしていたけどもやっぱり最近になってなんかそれでは満たされないっていうか、うんうん、なんかその辺にはなんかちょっと感じてくるものがあって、うん、なんかだから今本当にすごくこのそれを考えるようになってから人を喜ばせるってどういうことなんだろうって考え始めたらすごい難しいなって気づいたんですよ。
なんか夢中になれてるものってあるんですか？あ、夢中になれてるものは、うん、あります。あります。はい、あの僕ってその夢中になれてるものって気づいたらもう時間も経ってるし、うん、なんか夢中って才能を超えるものだと思っていて、うん、センスとか才能を超えていく、はい、夢中になったらもう人間の力ってすごいんですよ、うん、なんかあのちょっと難しい話で、はい、意識ってあの混在意識と潜在意識ってものがあって、混在意識と潜在意識、それは 3%、はい、あの要は考え、人間が考えられてることって混在意識って言うんですよ。で潜在意識って 97% なんですね、うん、あの自分で無意識の領域のところってことですよ。それが 97% あると、はい、うん、なんで夢中になれるとこの潜在意識の部分が使われるんで、はい、人間の本来持ってる力が出せるんですよ。なるほどね。夢中になると潜在意識の方が出てくるんですね。そうなんです。これをやっぱり使わないといけないから、人間はあの何も考えない時とか時間とか休む休息時間とかも必要なんですよ、うん、あ、はい、テレビとか見てると結構頭で考えさせられる方、その 3% の部分を使っちゃうから、うん、はい、なんか結構いやぼーっと何も考えない時間とかも必要かなと思うし、うん、もしね夢中になれてることが見つかってない人は、うん、まず自分の幸せっていうものを追いかけた方がいいですね、うん、あ、まず、いや、そういう人はまず自分の幸せからなんですか？そう、自分にとって幸せってなんだろうって。あ、なるほど。まずじゃあ自分がちょっと喜ぶこととか、うん、それが間違っててもいいですよ、うん、あの例えばブランド物を多く買うとか、うん、なんか自分の趣味とかコレクションを集めるとか、うん、まずそういったあの幸せを追いかけてみるっていうと気づき発見失敗が必ずあるわけですよ。で気づいたらどん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 いろんなことに挑戦していって、いろんな多趣味になって、なんかやってたことが夢中になったことが人のためになってると、うーん、あ、みたいな発見があって逆転どっかでするんですよ。あ、でもわかるかも。でもそれが私で言ったら、うん、今までのこの人生で、うん、それをやってきたから今そこの気づきになったっていう部分が来てるってことですもんね。はい、失敗し、やっぱり僕もやっぱりもうボクシングを23のリオデジャネイロオリンピックを目指してて挫折して、はいはい、で引退して6年間ブランクがあったんですけど、やっぱり誰よりも稼ぐっていうことで、やっぱあの同級生に井上尚弥とか、はい、やっぱ京口博人とか世界チャンピオンになっていく中で、僕は何もできてなかったと、じゃあ稼ぐしかないって思って、まずお金を誰よりも追いかけて頑張って、あの働いて、はい、はい、実績をつけてみたいな、うん、まず自分のためにっていう感じでね、名誉とかそういったものを得るためにがむしゃらに走りましたね。なるほど、はい、だからやっぱりその中でやっぱたくさん失敗するんですよ。やっぱ欲に溺れたりとか、うん、めっちゃあの自己顕示欲っていうんですか、なんかもう承認欲求が強すぎたりとかいろいろしたんですけど、あ、こんなの必要ないなってことに気づくんですよ。見栄とか、もう見栄とか全然もう必要ないですからね、僕はね。え、だから、うん、ねえ、皆川さんって、はい、今おいくつでしたっけ？29になりますね。ですよね。だからそのね、あの若さでなんかもう、うん、悟ってますね。悟ってますよね。もう、はい、その一回りぐらい上行ってますよね、はい、よく言われるんですけどね。ですよね。だから、はい、本当それだけやっぱ人生が濃かったんだろうなっていうのはすごい感じるし、はい、お話聞いててもね、そのお話を聞くだけでも、うん、うわってね、わ、すごい人生を乗り越えられたんだなって。だから本当凝縮されたね人生だったと思うんですけど、全然そんなことないですよ。いやいやいや、でもね、まだまだです。いや本当ね、でも私皆川さんのね、あの先日のデビュー戦を、はい、あの見させてもらって、あのボクシングの詳しいルールとかは私はわからないんですけど、うんうん、でもやっぱりそれでも感じるものってすごくあって、うん、なんか先ほどね冒頭で言われてた、あのボクシングを本当辛いけど、うん、練習頑張ってそれでみんなの前で戦う姿を見せるって、うん、なんかやっぱ人ってこう人の背中を見るってなんか感じるんですかね。なんか その中に戦ってるその姿の中に、うん、なんか人生を想像できるというか、なんかこれまでの練習だったりとか、うん、なんかその人の思いとか、うん、 そうですね、そういうのがすごいブワッて溢れて、うん、やっぱ感動したんですよ。ありがとうございます。うん、
嬉しいな。だからなんかね、こう夢中になれるもの、はい、持つ夢とか持つっていうのもすごくそれだけで人に喜ばせるっていうか、うん、感動を与えることにもつながると思いますし、ね、まあ、この番組一歩踏み出す勇気っていうものがね、はい、あり、テーマとしてありますけど、うん、やっぱ一歩踏み出した先に夢中ってあるんで、その一歩踏み出すかどうかなんですよ、うん、結局。まあ、素敵、一歩踏み出した先に夢中がある、はい、まあ、いいですね、はい、なので一歩踏み出すかどうかってもう出すしかないでしょってところなんですよ。で勇気を持つ怖いんですよ、失敗するかもしれないとか、はい、バカにされるかもしれないとか、いろんな思いがあるんですけど、はい、一歩踏み出すことでしか人の、ためにはなれないし、人の痛みは分からないし、で確かに自分の幸せは待ってないですね。なんでこの一歩踏み出すってことが一番幸せのような近道なんじゃないかなって僕は思いますよね。僕も勇気いりましたよ、このプロボクサーにまた6年ブランクがあってカムバックしたんですよ。いや、だってそうですよね、絶対マックス94キロまで行って、で次の試合は66キロですよ。30キロ近くね、マックス体重より軽いわけですよ、うん、この決断できないですよ普通。なんか自分で言うのもなんですけど、いやでもそうだし、本当にそう思うし、はい、でまず復帰するっていう決断をすることがすごい勇気がいると思います、はい、なんで僕やっぱどれだけ練習したら世界チャンピオンになれる、どれだけ練習したらもう、あのベルトを巻くことできるって知ってるから、想像絶するきつさっていうのがもう、で毎日痛みとの戦いだなって思ったし、で案の定今やってみたらもう毎日痛いですよ、もう、あ、またこんな朝起きたらもうね、自分の体の5倍ぐらい重く感じるんですよ。そうなんですか、うわーって重いと、もうなんかもう体中にこう悲鳴を上げてるんですよね。これを走って、うん、もう一回こう毒素を抜いてとか、うん、乳酸が溜まってるからちょっとこうやって血中の巡りをね、うん、よくするために走るんですよ朝、うん、それもきついんですよね、うん、っていうのをこうやって、うん、自分との毎日約束、うん、走る走らない、よし走る方を選択していくっていうことですよね、うん、ちなみに、うん、その辛い、それ相当辛いと思うんですよね、うんうん、それを一番支えてるものたくさんあると思うんですけど、うん、何ですか、一つだけ挙げるとすれば、やっぱり家族ってものが僕ね、はい、妻と子供がいまして、やっぱその人たちの身近にね、ある何気ない日常っていうものも、すごく僕にとっては幸せだなって思うんですよね。で彼らにのまずためになってあげたいっていうのがありますよね。やっぱ妻が、僕は新潟出身で東京で出会った、うん、あの沖縄出身の、うん、あの妻なんですけど、はい、めちゃくちゃやっぱりあの自分にとってはね、すごくいい人なんですよね、うん、いや私もだってラジオもね、はい、ご出演していただいて、奥様はアロマの調合師をされてて、はい、もしよろしければね YouTube のアーカイブもあるのでぜひ見ていただきたいんですけども、ね、お会いしたことありますけど、私大好きです奥様、はい、ほんと素敵な方ですよね、はい、めちゃくちゃなんか僕にはもったいないぐらいの人 でそう言えるのがすごいいいですね、はい、うん、なんでもうね、あのなんか僕のボクシングしてる姿は知らないわけなんで、あの当時からですね、はい、なんでなんかかっこいいとこ見せたいなとも思いますし、っていうのがまあ原動力の一つにはなってますよね、はい、であとやっぱ沖縄に来て僕が2019年の、はい、あ違うな1年3ヶ月ぐらいになるんですよ沖縄に来て、はい、うん、なんで、やっぱ沖縄に来た時にこんないいところなのに、もっと沖縄ってあのこう評価されてもいいなっていうか、沖縄の中の住んでる人たちがもっと沖縄好きになってもいいじゃんって思うし、あともっとこうしたら方がいいのになってところが、逆にこう内地から来たから目が行くんですよ、客観的に見れる。そうそうそう、なんでやっぱ沖縄をもっと良くしたいって思いがありますね、はい、で沖縄盛り上げたいっていうふうに思いますし、
あのボクシングはあの今沖縄にベルトがないわけなんですね。なんで沖縄のボクシング王国の再建っていうものをね、ちょっとしたいなと思ってラジオ番組とか始めたりとか、そうですよね、はい、うん、FM 講座で、はい、シーサー皆川のボクシング王国沖縄です ね、 そうですね、ありがとうございます、うん、っていうのもやったりして、うん、なんか使命感がありますよね、うん、沖縄に来た意味っていうか、うん、きっと何かに導かれてる気がして、うん、はい、なんか皆川が今まで培ってきたこととか、うん、そういった経験とかが沖縄に来て生かされるんじゃないかなっていうふうには思ってますね、うんうん、はい、やっぱね夢を持つって大事ですね。なんかそこにこう、うん、もう一つ持つことによって、うん、なんかブレない自分っていうか、うん、やっぱ一つ出来上がるとやっぱ全然違いますよね、日々が。なんかこう生きる目的があると張りが出るというか、うん、ね、うん、そうですね、うん、なんかそれをね本当にこうこの番組をやらせていただいてすごく感じることの一つでもありますね、うん、すごいですよ、うん、いや本当にね、ご出演してくださる皆様のおかげと、あとはね、はい、聞いてくださる方がいるので、私もすごいやっぱり毎週頑張ろうって思えるので、はい、うん、本当にねありがたい環境に今いさせてもらってるなって本当思ってるんですけど、はい、はい、じゃあですね、ここで一旦 CM に入って後半ですね、はい、具体的な、はい、人の喜ばせ方についてですね、ちょっとお伺いしていきたいと思います。はい、じゃあここで一旦 CM です。マスクの肌荒れが良くなってエステをやって良かったです。似合わなくなってきていたあの服がまた似合うようになる、オールハンドのフェイシャルエステダイヤモンドツリー。ご予約はインスタグラムよりダイヤモンドツリーで検索。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオか、ゲーガヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢工房。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。楽しく礼儀を学ぶ将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜、宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。将棋始めてみませんか？子ども将棋サークル、宜野湾子ども将棋で検索。田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、収録放送でお届けしています。後半もプロボクサーの皆川直樹様にお話を伺っていきたいと思います。後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、お願いします。ではですね、後半はですね、はい、いよいよちょっと人の喜ばせ方の具体的な方法などについてちょっとお伺いしていきたいなと思ってるんですけども、はい、お話をお聞かせいただきたいんですけど、はい、私がまあなぜ今日皆川さんにこのお話をしていただきたいなって思ったきっかけがちょっとありまして、うんうん、それがちょっとね、プライベートでお会いした時に、うん、お金の話ったら変なんですけど、はいはいはい、例えば何かこう振り込みをしないといけないってことがあったとしたら、うん、人がびっくりするような速度で振り込むと、はい、そうすると、いいよまあそうですね、表現が下手なんですけど、まあ、期日ギリギリになっちゃうっていうのは良くないですね。そういうのをね、はい、お話ししてくださって、はい、私それ
すごく勉強になるなって思ったんですよ、はい、で確かにそうだなって、やっぱ相手からしたら、はい、あの振り込まれるのを待ってる側からしたら、はい、あのそれって嬉しいじゃないですか。だから絶対そうです。そうですよね。だから、はい、そういった気遣いの積み重ねがそうやって人の信用だったり人の喜びだったりってことを作っていくんだなってことをその時にすごく感じて、だからあのこんなスペシャリストの方々っていうのは、あ、まあ、事業で成功されてる方とか、ね、うん、多くて、だからじゃあなぜ自分その方々があのそういう風になったかって言ったら、やっぱ結果人を喜ばせたからっていうのがあって、後からお金がついてくる。でも先に人を喜ばせたそういったものがあるから、人がこの人にお金を払ってでも、ね、なんか受けたいセミナーを受けたいとか、例えば、うん、なんかそういうことにつながってるんだろうなっていうのを、なんかその皆川さんのお話からすごく感じたんですよ、はいはい、でだから私だけで本当に冒頭も言った通りあのね、うん、思って私だけが聞いとくだけではもったいないので、はい、ぜひラジオでですねいろんなそういったことをたくさんお持ちだと思うので、うん、はいはい、シェアしていただきたいなって思うんですけども、お願いします、はい、いや僕が、23歳の時にリオデジャネイロに、ね、うん、ボクシングで行けなくて、はい、でその後金融の道に入ったんですよね、うん、外資系 の, あの金融機関に勤めて、うん、でいろんな人 の, あの資産とかをお預かりしたり運用したりとか、はい、まあ、保証を預かりしたりとか、うん、いろんなことが僕経験させてもらったんですよ、はい、で中で、やっぱお金ってやっぱ生きているなっていうのが思って、うん、例えばお金振り込む期日が、はい、あのギリギリに振り込んでたら、うん、それまでの期間そのお金って何も働いてないじゃないですか、うん、なるほど、はい、はい、なんでそれだったらもっと早くにじゃあ振り込んであげて、うん、そのお金が生きてくれたらまたいつかこうやって自分のところに戻ってくるわけですよ、うん、お金は天下の回り物っていうじゃないですか、はい、生きてるお金の使い方してたら、はい、また自分のところに戻ってくるんですよね、はい、なんかだからなんか死んでる時間を作らないっていうか、あーすごい、うん、お金生きてます、あれよちよちしてますか、んよちよち手足生えてますか、お金って、で、あ行っておいでって、で、あよし準備がすぐできてるよっていう、いつでも準備させてあげてるんですよね、お金に。でそれでよし行ってこいって、また帰ってくるんだよって、なるほどね、例えば同じ期日の中で払うって言ったら、うん、私の今までの感覚だったら同じだったんですよ、いつ払っても、うん、でも今のお話聞いたら、うん、死んでるってなんかすごいなんか分かるっていうか、確かにって思いました。だから僕は人付き合う人っていうのは生きたお金の使い方してるかなっていうところを見ますね、うん、人と付き合い、ちょっとこれからも付き合ってもらっていいですか私あの生きた使い方してないかもしれないですけどはい、まあ、でもね、あのこういったラジオでやっぱこうやって発信していくのとかすごく生きてると思うし、言葉っていうのも実は形があって手足生えてるんですよ、だから自分が話した言葉って必ずまた自分に返ってくるんですよ、あそうなんですか、そうです、うん、はい、言霊って言うんですけど、はい、はい、なんでだからいい言葉を発し続けると自分もいい気になっていって、いいオーラになっていって、でそのまんまなんか本当その通りになっていくんですよね、叶わない夢って僕は今までなかったんで、何でもあの叶えられましたね。それは辛いこともそうなんですよ、辛いことも、辛いこともやっぱ引き寄せちゃうのは自分自身なんで、うん、うん、結局マイナス思考とか、うん、結局なんかそういったものもあの実現してしまっているんですよね、はい、なんか今の話聞いてたらね、今度はそのメンタルについて話を聞いて、でもまあ幸せについてなんですけど、はい、結局僕なんか一流二流三流の考えとかってすごく大事だなと思っていて、聞きたいです、はい、三流ってやっぱ違和感がある人、どっか三流違和感がある人、そう僕いろんなあのなんか一流は金を残さずとかなんか言うじゃないですか、人を残すみたいな、僕の中でやっぱりこう一流にいる三流の人って、はい、まあ、三流はちょっと違和感がある人ですね、あこれ大丈夫かなとか、あこの契約書の書き方大丈夫なのかなとか、なんかちょっと違和感がある人、
皆川さんから見て、はい、うん、あ、三流だなって思いますよね。なんかこっちがこっちからもっとこうした方がいいんじゃないですかって言いたくなるような人、うん、これ三流の仕事だと思ってますね。うん、で二流ってどういう人かっていうと、はい、想像通りの仕事をしてくれる人っていうか、想像通りの仕事、あ、何もこう何もこう違和感がない人、うん、あ、そうだろうなっていうことですよね。で一流の人ってどういう人かっていうと、うん、はい、あの想像を超えてくる人ですね。え、そんなことまでしてくれんのみたいな、はい、なんでこういうことをしてくれる人っていうのは良くも悪くも一流なんですよ。なんで一流良くも悪くも、はい、例えば、うん、うわそんなことされたびっくりやわってマイナスな捉え方もあるしプラスの捉え方もあるじゃないですか。うんうん、一流な人って、はい、本当いい人悪い人紙一重なんですよ。そうなんですか、はい、天才とバカは紙一重って言うんですけど、うん、一流もなんか想像を超えてくる、なんかえそんなことされんのみたいな。だからなんかや、まあ、変な言い方したらちょっとぶっ飛んでるみたいな。ぶっ飛んでる、うん、うん、人はやっぱ一流に多いかもしれないですよね。そうなんだ。あのでなんか地元とか帰ってたまにね、はい、年末年始とか、はい、やっぱ飲んだりしてると、はい、あの 2.5 流の空間なんですよね。 2.5 流の空間、いや違和感あるんだけど、あ、こう何もこうそれが当たり前で居心地いいんですよ。やっぱ地元に居続けちゃう人ってこの 2.5 流の空間に居続ける人なんですよね。はい、でそれが居心地がいいんですよ。三流だともうちょっとこんなところから抜け出したいとか思うし、あ、なるほどなるほど。ですけど 2.5 流とかだとなんかもう居心地がいいんですよね。うーん、楽だし、ちょっと何お前そんなこと言ってんだよとか、あ、ちょっとお前変わんねえなとか言ったりとか。なるほどね。やっぱそこから少しずつこう正していって、うーん、お前ってこんなことできるようになったのみたいな、うーん、え、みたいなところにやっぱなる必要ってあると思いますね。それが結果的に地元の人にはあいつもなんか最近付き合い悪いなとか言われたりするかもしれないですけど、はい、なんかでもあいつ頑張ってるらしいよとか、うーん、だん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 こういい評価になっていくんですよね。うーん、はい、なんか、なるほどね。そう、なんかこの居心地のいいところ空間を捨てて一歩踏み出すってことはすごく大事かなって思いますね。じゃあ逆に自分が一流に行きたいとか 2.5 流に行って2流に行きたいってなった時は少しやっぱり違和感があるってことですか、うん、初め違和感ありますよ。うーん、馴染むまで勇気がいるし、自分がそこのステージに、はい、なんかこう馴染むまでは少し違和感がある、はい、あ、違和感あります。 逆の違和感が、そうです。なんで違和感があるところにやっぱ踏み出す必要がありますよ。うん、うん、例えば僕がね、第23で24歳の時に平均年収が3000万円ぐらいの支社だったんですよ。支社、ああ、なるほど、はい、僕の会社の営業所っていうんですか、はい、そこが平均年収めちゃくちゃ高いとこ、フェラーリとか、ね、乗ってるあの先輩とかいたわけですよ、はい、もう違和感でしかないですよね。えっていう、でその人たちがどんな話し方してるのかとか、どんなスーツの着こなしをしてるのかとか、ね、どんなマインド、え、待って待って、持ってるのか、そこめっちゃ聞きたいです。その違和感からどんなこと学びました、はい、とりあえずもう完コピしましたね、はい、話し方とか、話し方、はい、どんな人の喜ばせ方をしてたんですか、そういう人たちは。その、まあ、今ねもう皆川さんはそうなられてると思うんですけど、はい、その時のことって覚えてらっしゃいます。はい、正直知識とか、はい、そういったビジネスマナーとかでは勝てないんですよ、やっぱ最初 1,、まあ、1年目とか2年目、そうですよね。なんでやっぱりあの僕は熱意ってものと、はい、情報の鮮度、情報の鮮度、はい、うん、これ知ってますかって、これ最近出たものなんですけどっていう情報の鮮度っていうものは 若さ関係ないんで、なるほど、その鮮度の高い情報をどんどん伝えていくっていうことをまずやったんですよね。へー、はい、なんでやっぱり今からやっていくっていうのは情報の鮮度で勝負した方がいいと思います。あ、そうですか。でもね、こういう時代だから広まっていくのも早いんですけどね。うーん、それ以上にやっぱ伝えていくスピードっていうのも速くしていけばなんか人に喜ばれるんじゃないですかね。確かにね、うん、本当に私最近本当人の喜ばせ方どうやったらいいんだろう、うん、本当に考えてて、うん、難しいなってね、うん、お金を使って例えば何かプレゼントをするっていくらでも簡単にできると思うんですよね、うんうん、はい、でもその自分にお金が有限にあるわけではないですし、うん、なんだろう、
そういうところじゃない品物じゃないところでも人ってやっぱ喜ぶ、本当に心から喜べることってたくさんあるから、うん、でもその見えない部分が一番難しいなって思っていて、ね、だから今のお話もこの情報の鮮度っていうのは、うん、このビジネスとかお仕事に関わらず、うん、人に欲しいと思ってる情報をこの与えてあげるって、与えてあげるっていう、まあ言い方がねちょっとあるかもしれないんですけど、うんうん、ね、その人が欲しいと思ってることとか困ってることとかっていうことを、うん、あの言ってあげれる自分っていうだけでも、うん、すごくやっぱりそれって教えてもらった方からしたら感謝されますよね。でそれでお金もかからずにそれをやってあげれるってことですよね、はい、なるほど、それが一つですね。そうです、やっぱそれが一流への道ですよね。やっぱり二流は例えばこうお会いするときに、あのいや先に飲み物買ってきましたとか、うーん、はい、とかは相手も想像できるじゃないですか、こうやってしてくれるかもしれないとか。でもそれ以上に一流の人はもっとすごいことをして、ま、実はこのあのプロジェクト進めてますとか、ここまで進めてるんですよとか、えもうみたいな、スピードですねとかもそうですよね。なんかそういう人が一流になってるなっていう感じですよね。わ、思い当たる節があるんでね、うん、あります。あのなるほどなって。一流の人ってかなりスピード感早いですよ。1言われたら、僕がなんか1お願い事されたら、まあ、自分で言うのもなんですけど、もう10進んでると思う。いろんな人にこうやってあのやって、実は複利で進んでいく、複利で進んでいく、僕が 1馬力で動くよりも、はい、やっぱ10人で1進んだらもう10なわけですよ。あ、なるほど、はい、掛け算、はい、とか、まあ、そうなんですけども、1言われたことをもう10進めるっていうか。で、皆川さんレスポンス早いですもんね。そうですね、うん、早い、はい、それねいつも感心してるんですけど、はい、すごいなと思ってて、はい、でなるほどね。後回しにしないってことも大事ですよね。そうですよね、まあ、そうなると時間の管理とかっていうところもね気になってくるので、あのまた試合が終わった後に、はい、今度はそのテーマでねお話聞かせていただけたら嬉しいんですけども。時間って超大事ですから ね、はい、じゃあ今日はですね、あとはそのお金の使い方っていうところをちょっともうちょっと聞いていきたいなって、うん、生きたお金の使い方してる人、はい、使い方をしてるかどうかを見てるって先ほどおっしゃられてたんですけど、うん、そこちょっと今日深掘りして聞かせてもらってもいいですか。そうですね、どういう風なとこ見てるんですか。いや僕もお金が、うん、もう生きてない使い方をずっとしてきたわけですよ。結構やっぱお金もあの稼がせていただいた時もあって、はい、その時もやっぱりあのね、うん、もうブランド物買ったりとか、はい、あともう本当にね、うん、お金何に使ったんだろうぐらいの、もう記憶にないぐらいのお金の使い方しちゃってるし、はい、っていうのがあったんですけど、うん、もうやっぱり今はこうやって生きたお金の使い方したいって思うから、うん、なんか例えば子供たちにこう物資を届けたいなとか、うん、でこの前児童養護施設の子供たちに届けたりとか、はい、そういったものとか、あ今畑やってますね。あ、うんうん、畑、はい、高安シーサー皆川農園って言って、うんうん、ちょっと農園作ったりとかしてます ね、すごいですよね。私本当今度呼んでください、はい、で野菜やったりとか、なんかそれも面白いなって今思ってますし、うん、なんか、まあ、そうやってねなんかこうバランスをよくしていってますけどね。で生きたお金の使い方って、はい、うん、なんか銀行に置いておくのってもったいないじゃないですか、はい、銀行の複利ってもう 0.0001% ぐらいじゃないですか。そうですね、はい、1年で100万円貯めてても10円しか増えないと。それだったらなんか、まあ、自分の一番の投資先ってもう自分自身だと思ってますから、はい、まずそうですよね、うん、でやっぱりあのその次がやっぱこう誰かのために使ってあげるとか、そういったものも結局的に、まあ、あの倍になって帰ってくるかって言ってはそんなことは求めないんですけど、うん、やっぱりね、うん、あのその人が成長した分だけリターンがあると思いますよね、うん、自分の喜びになるし。なるほど、うん、例えば、うん、まあ、ねみながさんとかもうね本当、うん、成功されてるからしてないですけど ね、本当余裕もね、はい、あると思うんですけど、はい、こうまあね例えば私みたいに全然まだその余裕がそこがない
例えば限られたお金があって、うんうん、でもその中で自分のできる最大限のことをやって、うん、今できる最大限で人を喜ばせれることができたらなっていうふうに思ってるんですけど、それを今やっぱり夢中になってる恵美子さんを見て、うん、喜んでくれる人を大切にしてればいいと思いますよ、うんうん、僕もやっぱりね、いや皆川だからって言ってくれて最初ね、もしかしたら損をさせてしまった人ってすごく多いし、まだ恩返しできてない人多いですけど、でもそれでも自分が一生懸命熱意持って本気でやってたから応援してくれる人がいたわけですよ、うん、はい、なんでまず一歩踏み出すにはいろんな犠牲がある、んですよね、うん、で犠牲になってもいい人も現れる。でそうなったらなんかもうその人への感謝がどんどん生まれてくるす、本当ですね、確かにそうですね、はい、感謝を築くためにもなんかめちゃくちゃ自分のためにわがままになって、うん、本気で頑張ってみるっていうものが必要かなって思いますよ。まあ確かに本当に、まあ、自分のねこの過去の人生でね悪気はなくても、うん、やっぱりはなんか結構あの時の自分のどうなんかやばいなみたいな感じに思うこの過去があって、はい、でもその時に携わってくれた方がいて、はい、そこからの経験で今があるからやっぱその ね犠牲がある上に今の自分があるっていうのはね、うん、本当に納得、うんですね、そうそうそう、例えば、うん、このお金のね生きたお金の使い方をしてるか見てるって言われてて、うん、どんなこれ言いにくいかもしれないんですけどちょっと聞いてみたいので、はい、どんなお金の使い方してる人が生きたお金の使い方してないなみたいな、はい、そういうのってどうですか、喋りにくいですか。いやもし聞かせてどうなんですか、自分の見栄とかそういったもののためにお金を使ってるんだったらすごいそれは もったいないなって、だってありのままの自分でいいんですよ、あなたはスペシャルだからって。なるほど、僕は思うから、どんな人だって特別な存在ですし、なんか生まれてきた意味があるのに、そんな人より人と比べて自分を大きく見せるってことは必要ないなって思いますね。それは過去にやっぱ過去のトラウマとか、はい、ね、なんかあったから、うん、だと未来の不安があるからこうそうさせてしまっているんだろうなって思いますけどね。あ、なるほど、うん、うん、そうだから僕はもう見栄とかのためには必要ないかなと思います。うん、まあ、相応の適したとかだったらいいんですけど、うん、なんか大きく見せるってことは必要ないですよね。うん、なるほど、はい、なんか、うん、僕の座右の銘が、うん、やっぱり見えない未来に悩まない、うん、過ぎた過去に悔やまない、勝つ時は一気に勝つってことなんですけど、うん、やっぱり今を生きるってことなんですよ、はい、うん、なんで今を生きるっていうことなんで、うん、やっぱ過去にね、うん、縛られてもダメですし、うん、はい、未来に不安があってたら一歩前に進めないわけですよ、はいはい、なんでやっぱり今を生きるってことが最大の幸せへの近道かなって思いますね。そしたら僕も沖縄に移住してきて、まさか沖縄に移住するとは思ってなかったし、なんか今を生きてたらプロボクサーにもなってて、はい、で沖縄のために今一生懸命頑張ってるっていう感じになってるんで、なんかまあ参考になれたらなって思います。なるほどね、はい、そうですね、確かにこうまあね、いろんなこうね、どの家庭も必要で、本当に別に今その、うん、じゃあ自分に見栄を張ってやってるからって、はい、その時期も必要っていうか、うん、それがあるから、うん、まあ、その先に行けるっていうのがあるから、はい、別にそれをねダメっていうわけではないっていうのもね、本当に確かそうだなって思って、はい、思うんですけど、で人にばっかりお金をじゃあ使うっていうのもまたそれはあれで、自分も満たしつつ人にもっていうそのバランスとかもすごく大事だと思うんですけど、うん、合ってますか？はいはいはい、いやもちろんもちろんもちろん、うんうんうん、はい、で、すごく最近思うのが、うん、本当にね、私今いい環境にさせてもらって、うん、こうやってゲストの方が自分の時間を使ってご出演していただいて、うん、お話をしてくださってすごく本当にありがたいなって心の底から思ってるんですけど、うんうん、そういったことをいつもありがとうございますっていう風にまあ、お礼の言葉を言うんですけど、なんて言うんでしょう、ありがとう
だけでいいのかなってこう、ありがとうだけじゃなんか、いやこちらこそありがとうですからね、この時間を共に過ごしてくれてありがとうって思ってますよ、うん、なんかそれをなんか形にできる方法ってあるんだろうかっていうのをすごく考えてるんですけど、はい、なんかあります、皆川さんから、まあ、このラジオだけじゃなくて、うん、はい、人に何かしてもらったりとか、なんか本当に心の底から感謝が湧いた時で、はい、なんかこう品物を送るですとかそういったこと以外でなんかできることってなんかあったりします？なんか感謝がこう大きくなってくると謙虚になってくるんですよね。謙虚になってくる、日本の美学ですよね、謙虚って。なんかこう例えばお茶ってあるじゃないですか、はいはい、お茶ってこうあのこの主役がこうやってたしなめるんですよね、はい、3回断るんですよ、その役を任命されるときに、はい、いや私なんて重いですと、うん、誰々がいいと思います。で3回目でやっと、あそこまで言うならではやらせていただきますって、もう頼まれた時点で自分がやるって決まってるのに3回断られるんですよ、はいはい、これが僕謙虚だと思っていて、うん、なんか謙虚って態度なんですよ、態度、うんうん、あのもう自分には自信があるから、うん、私がやるわよとは思うんですよね、はい、でも3回断るっていうのがビートされてるんですよね、うん、日本人がこの謙虚ってものはすごいんですよ、うん、だから日本人である生まれてきた以上、はい、こう感謝が大きくなればなるほど謙虚になっていくんですよね、はい、自信はあるけど、うん、あのこう態度として、うん、いやまだまだですと、うん、もっと頑張りますみたいな、はい、まあ、それが伝わっていって、うん、なんか味方が増えていくんで、うん、はい、で味方が増えていくと、うん、じゃあ今ありがとうって思ってる人のためになれるようになるんです。自分では何もできないですけど、うん、誰々さんがいるって言って、うん、なんかつなげたりとか。あーなるほど、わかりました。だから、うん、やってもらった、うん、ありがとうございますって思ってその時に何かをお返しするってことじゃなかったとしても、そうありがとうって感謝の気持ちを常に持ち続けていれば、そうそう、頭を下げた分自信になっていくす、うん、自分のこうやって、うん、あの靴をこうやって、うん、足をあのお辞儀をした分だけ自信になっていくんで、うん、なるほど、はい、でその方にお返しするチャンスもまたいつか巡ってきた時にそれをお返しすればいいっていうふうに思って、こう感謝の気持ちを持ち続ければいいってことですかね、はいはい、実るほど神戸を垂れる稲穂かなですよ、新潟人なんで、はい、あ新潟だけに、はい、あ素敵ですね、あすごい、 ありがとうございます。なんかね、いや坂を下ってる人ってこうやって後ろにのけぞって歩くじゃないですか、うん、坂を登ってる人って頭を下げながら登っていくじゃないですか、わあなるほどね、やっぱそういう登ってる人ほど頭を下げてますからね、はい、なんかそれがなんか一番いいと思いますよ。わすごい、それなんかねいい言葉ですね、うんうん、そうするとなんか自分に返ってくるなって思いますし、人を幸せにできると思いますよ、ね、自分が今なんかちょっと辛いなと思った時はね、坂道を登ってる自分をね想像したらね、なんか今のね皆川さんのお話をね思い出してそのことをねイメージしたらなんかね、はい、また頑張ろうっていう気に、ね、なれそうですね。そうです、はい、ではですね、本当にすごいね、いろいろもっと聞きたかったんですけども早いですねやっぱり ね、 いや早いですね、なんか全然僕話してないんですけど、いやいや、もうぜひまたあの、はい、試合でね、あの今は忙しいと思うのでまた3月お試合後にですね、はい、いろいろねメンタルのことですとかお食事のこととか ね、 そうっすね、このお話の中でも出てきたのでまたぜひあのお話聞かせてください。皆さんも次回のねご出演も楽しみにしていてください。はい、はい、では時間になりました。今日はですねプロボクサーの皆川直樹様にお話を伺いました。皆川さん今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。